はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、としボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい。はい。ということで、今日も都市ミネティやっていきますよ。はい、頑張っていきましょう。うん、下長ながばばあさん。うん。頑張っていくぞ。ねえ。今日もね。頑張っていきましょう。まあ、じゃあね、えっ、ー、と、まずは。はい。そこを訂正しなきゃいけないのかな。えー、僕。何ですか 下永バーバばばって呼ばれたの初めてなんですよ。<laughs> 学生時代とかでも下永バーバばばって呼ばれてたって。学生時代学生時代も何も。学生時代から。今日初のその名称で呼ばれてますから。下たバーバばばってあれでしょなんか学生時代とかなんか自分のロッカーあるじゃないですか。ありますよ。ロッカーの名札とかにあの、下たなばばって書いてあるでしょそれもういじめだもん、ね。<laughs> <だ>ね、<laughs> あなたはあるかもしんないですけど。俺ね。僕はそういうのやられてない人種なんで。 いやいやいや、だって、下長ババアじゃないんですか下長くもないし、ババアでもないから、その要素一個も入ってないかなっていう感じですけど。下長くない成人男性ですもんね。そうですよ。すいません、<は>ちょっと間違えました。下長ババアかなと思っちゃいました。あ私はあの、トシュボーイズの岸本と、岸本、えー。何度も申し上げておりますので。でね、ちょっと皆さん、じゃあ下長ババアだと思ってると思うんで、ちょっと改めて、じゃ自己紹介お願いします。ですから、え、えー、 トシボイズ。はい、岸本と申します。年齢は年齢。えー、32歳になりました。出身はえー、私、東京生まれ、新宿育ちでございます。こういう録音とかは初めていや、えー、結構、もう長いことやらせていただいて、今年で2年目で二年目かな、うん、もう入りましたけどね。やりたいってずっと思ってたのこういうことは。はい、いや、やろうと思った。これ何 ?AV の撮影かなんか。 AV デビューの日じゃないよね、今日。<laughs> 気づいてくれてよかった。いや、もうなんかすごい、淡々とやってるからさ。じゃあちょっと上脱ごうか。毎回。や脱いでる人。<laughs> 本当だ。ぶっきぶきだな、はいはい、しかし。いいからやれや、そのなんちゃらババアを。下長ババアね誰だよ、それは。下長ババアは、うん、あの、新潟県から、東京都の方へ向かう二人の旅人がいたと。うん。したらですね、あの、もう疲れて、どうしようかな、って日が暮れててね。うん。 そしたら、一軒のボロ屋があったんですって。うそこに泊めてもらおうと思ってたら、そこには70歳ばかりの老婆がいたと。老人ホームみたいな。一人でね。あ、一人で一人ですね。昔の話ですよ。そしたら、あ、まあ、うち入りやって言って、快く旅人を受け入れてくれたと。うん。いいババアじゃないですか。そうなんですよ。旅人が安心して、寝ていると、まあ、一人は寝ていて、一人は、なんか目開けてたんですって、まだ眠れなくてね。 うん。うん。そしたら、ばあさんがですね、1メートルはあろうかという長い舌を出して、1メートルそう。あの、うん、目を開けてる方じゃなくて、眠っている方の旅人の頭をペロペロ舐めたんですって。うわぁ、きついなで、起きてるものの方が薄気味悪く思っていると、下長ばば、下長ばば、諏訪の種の盆じゃん。 はかどらなければ俺が手伝ってやろうって来るんですって。シュノボンって言ったらものすごい有名な妖怪で、スワ、うん、の。うん、あの、顔真っ赤に塗りたくって。シュって赤、赤って意味の種ね。<う>真っ赤の顔で顔でかくて、頭から一本ずので、うん、あの、目と、目がもうとんがってて口も耳まで裂けてるっていう化け物なんですよ。スワ、うん、大社の前に出てくるって言われてた、まあ、シュノボンっていう妖怪なんですけれども、うん、そのシュノボンと実は組んでたと。 この下長ババアが。大4回と。で、そのシュノボンってでけえんすよ、化け物で。ん。で、塔を打ち破ってシュノボンが入ってきたと。見れば2メートルもある赤い大坊主。でけえな。起きてる方の旅人が刀で傷つけるんですって、シュノボンを。うん。そしたらフッと消えたと。おシュノボンが。ねつけた。そう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 。ただその隙に老婆が眠ってる方のものを掴んで外に駆け出していったと。うん。70歳の。持ってったのね。 70歳が若い男の人を担ぎ,担ぎ上げて持っていくとすごいパワーですよね。すごいパワーですね。で、そのまま、うん、あの、外に駆け出したんですけれども、今までのボロ屋敷は消えて、野原が広がっているばかりだったと。なるほど。でその家も現実だったんですね。うん,うんうん。で、残された旅人は大木の根に腰掛けて一夜を過ごしたと。うん。で、夜が明けたんで、辺りを見渡すと、連れの者が骨だけになって横たわっていたと。ほう。 いうののがこの下長ババアの話なんんですねあんまりもう舌長い要素って最初だけで <laughs> あとはもう力任せのプレーがすごかったですけどね 1, ね1メートルの下でペロペロ舐めてたっていうだけですねうわーはい僕 1m はないですないですもんね下の使いは定評がありますけどね下短い成人男性って言われてますもんね、うん <laughs> <laughs> 初めて言われたけどね下身近成人男性とちょっとね、うん、僕林康弘でやらせてもらってるんですけれどもさあさあ,さあやっていきましょう今日で最終回かなごめ <laughs> <laughs> どこにその要素あったんですか、うん、下身近成人男性おい下身近成人男性おいまあまあじゃあいいですよ受け入れましょうちょっとじゃあいきましょうか、うん、はいはいじゃあ都市施設いきます企画いきますはい OCT47 いはいさあこれは続けてるかな、うん、<laughs> あそうでもないかそうでもない 1>, 1回空いたかそう1回空いてます、えー、ね OCT47、うん、どんな企画 OCT7 はですね47都道府県なんですけれども、はい、OCT がオカルトの役、ねうん、でで、まあ、その「会いに生ける都市伝説」っていうようなキャッチコピーでまあつつうらうら47都道府県のオカルトスポットを紹介していくというような 地方ごとのね、県ごとと。いう企画でございます。はい。もう、かれこれ、ね、結構やりました。10ぐらいはやったでしょまあ、1個前が海外で。うん。韓国。ね、減らなかったけど。が岸本さんの若い山ラですよね。じゃあ次、どこをやるか。そう、まだまだ地図、潰していかないと。いや、そうですよ。今回はもう海外行かないです。でしょうね。あれはもうちょっと遊びだったんで。はいはいはい。当てますお 何これは俺の推理、うん。でもヒントがないと当てられないじゃないですか。うん。えっとね、じゃあヒント言うと、日本なら誰もが知ってる、歴史の人物の、ふるさと、うん。日本な、日本、日本人なら,人なら誰もが知る。沖縄え、誰安ムロナミエ。違うわ違う。歴史の人ですよ、歴史の人。 歌の歴史でと確かにアムロナム出てくるけど。え過去にやってないってことでしょやってない。やってないんでそうですよ。やってない。やってないところを思い出すのがもう辛いわ、俺。じゃあ行きましょう。そうですね。高知県。高知。うん。高知やってないか。やってないですよ。え、あ、え、四国四国。四国初あ、違うわ。やったな、どっか。は。徳島やったっけ徳島やってないですよ。 やってると思いますよ香川はやってないでしょ高知やってないじゃん、父もやってない愛媛やってないやってない、初めてです。四国初。初上陸でございます。高知県、で、じゃあ誰の出身地かっつったら坂本龍馬ですよね。ああ、はいはいはい。坂本龍馬、誰もが知る。あと芸能人でいうと、狭間寛平さん。え、高知なの高知ですよ、あの人。あ、そうなんだ。そう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 。え、もう完全にあれだと思ってた。大阪とか。ああ、違います、違います。あと高知登。 えそのまんまなんだ、名前も。あと、岸本さん好きな広瀬良子も高知でしょああ、そうだったね。そうだ。四国ですよね、あの人ね。四国だったそう,そうそうそう。うん、あとはちょっと覚えてないけど。あ、結構いるね。いますよ、高知。意外と。えー、はい。そっか。まあでも、でで本当坂本龍馬のイメージが強い,い、うん。そうでしょ県じゃないうん、だと他はちょっと見当たらないですよ。そうそう、そうなんですよ。ちょっとそこのね、高知県の話をしていこうかなと思っております。はい。 パワースポットと心霊スポット、どっちから聞きたいですか、うん、まあ僕はやっぱりあの、パワースポット好きなんで、はい、心霊スポット先ではないです。どういうことこの人。意味がわかんないわ。じゃ心霊スポットからいきます。はい、心霊スポット2点あります。2>, 2点 ?2 点あります、うん。ちょっと多めで。はい。はいきますね。はい、足摺り岬の七不思議。思議はい。はい。ですか 足摺り岬あんま聞いたことないですよね。有名な場所なんですけど、えっ、ー、と、高知県。そう、高知県っつったら、あのー、桂浜とか、室戸岬の方が有名じゃないですか。まあね。有名で言ったらね。ねうん。足摺り岬って、そな今あ、あ高知県出身でなければ、うん、観光名所なのかなそうそうそうでも、ミシュランのガイドジャパンってやつで、二つ星。すごいですよ、二つ星ってね。 高尾山とかそういう系統。あ、まあ、まあそうそう、確かにね。すごい場所なんですけれども、実はここ、七不思議があると。うん、で、七不思議っていうのも、実は、ある歌があって、足摺岬の。はいはいその歌に、歌そう、伝わる歌があって、うん、そこに七不思議のスポットが、あの、歌の歌詞の中に入ってると。うん、うん、うん。要は、あの、地元の変わった場所を歌った歌があるんですね。はいはいはい。うん。まあちょっと、 長いにちょっと歌えないんですけれども、今はね。うん、歌わないんじゃない <laughs> 歌わないです。歌って言ってもあれですよ。うん、多分あの詩、詞だけで曲ないみたいな。ああ、だからまあまあ、伝わってる。歌ってる。そうそうそう。そうなんですよ。うん、で、最初の七不思議なんですけど、うん、七不思議とか。じゃ七不思議だから7個あるの、うんいや、これね、21あるって言われてるんですよ。な、多いな。多いんですよね。その中でも、その中でもまあ7、ちょっと有名なのがあって、うん 足ずりの七不思議というものがあって、一つ目。はい、地獄の穴。これね。はい。地獄の穴というのは、あの、まあ、あの、灯台下。うん。灯台があるのね。うん。があるんですよ。うん、灯台下の、まあ、そこに穴があるんですよ。地獄の穴って言われるのがあって、うん、この穴に硬貨を投げ入れると、うん、チリーンチリンとしばらく、まあ、硬のね、投げ入れとか当たる音とか聞こえるんですよ。うん。ただ、 あの、この穴に効果を投入するのは、先祖が地獄に落ちている人があれば、引き上げてもらうことを願い、うん、また先祖の霊を慰め、供養になると言われていると。地獄に自分の先祖が落ちていれば、供養になるんですって。うん。うん、っていう。落ちていれば。うん、そう、落ちていればね。落ちてるかどうかは自己判断。うん、そうそうそう,そう。うん、あの、まあ、悪いことした。 たぶ先祖さんいるじゃないですか。うんまあね、ちょっと見当たないですけど、ね。あの、江戸の町を、火つけて。火つけて、何人も殺したっていう、あの、おじさんですよ。だあのおじさんを地獄から引き上げようとしたりとか、うん、あの、供養にするためにはそこに、あの、小銭をポンと放り投げて、チリンチリンってしてあげれば、大丈夫ですよ、という。うん、それは、なんだ、先祖供養みたいなこと先祖供養みたいなもん、地獄の穴っていう。うん、これが、足釣りの、 その1ですね。7C の。はい。その2、2> いいよ工房大師、うん、爪の跡。うん、岩に生ダブツと6文字が彫られているんですけれども、それは工房大師が、えー、かつて爪で彫ったと伝えられるとか、うん、その3が、あの、亀呼び場、なんて読むんだこれ。 亀、亀を呼ぶ場所の海って書いてるんですけど、うん、これ、この場所で海に向かって、おメさーんと呼ぶと、うん、大海亀が海面に浮かんでくる。ほー。うん。それすごいな。ね。うん。その4、工房大使が一夜で鳥居を建てようとしたが、天の弱が夜中に、えー、鶏の鳴き声を真似したので、石区が夜が明けたと思い、仕事を辞め完成しなかったと言われる柱ですね。 なぜか石の土台や石の柱が5、6、うん、本横たわっていると。うん、謎の。どうぞどうぞ出てください。ますね、はいはい。その5、岩のくぼみに溜まった水が潮が満ちると増え、干潮になると,ると減ると言われているという、えー、潮の満願潮図鉢と言われるもの。うんで。その6、うん、亀石。亀多いな。亀が、ね、その地域で有名なんだ、うん。そうそう。亀そっくりの石。 で、男の一物になぞらえて男女が撫でると性が強くなると言われて <laughs> ああ、はいはい。うん、なるほどね。そう。で、その7。うん、遊戯揺るぎ石。大きな石の上に小石が3つ積んである。うん、親孝行の者がこの大石を動かすと上に積んでいる小石が落ちる。ただ、親不幸者は、どんだけ揺らしてもこの上の3つの石、うん、落ちません。親不幸な方が落ちない。落ちない。 いつも親の肩を揉んでいるように動かすと、だんだん由来で石が落ちることから、親不幸、あ親孝行者は落ちると、この大使が言ったと伝えられていると。要、うん、はあの、肩の揉み方を知っているものであれば、落とすことができるはいはい、はい。なるほどね。肩の揉み方を知らないものであれば、小石は落ちることはないと言われているんですね。で、これ7今紹介したんですけど、実は21あると。うん、で、そもそもこの足ずり、岬、うん、むちゃくちゃ自殺スポットなんですよ。 うん、だからうんか名前もあんまよろしくなさそうだけどね、まあ、でまあ21ね岬をあの沿<う>っていけば七不思議じゃなくて21不思議全部あるんですけどその沿、うん、っていけるんだ沿、うん、っていけるんですけど、うん、その沿う全部の岬、うん、全部自殺スポットなんですよ至る所で自殺なんです人がじゃあ結構簡単に飛び降りれちゃうみたいな, <laughs> な,なまあ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 、まあ 歴史を紐解いていくというんですよ。その、毎年毎年出る<ー>わけじゃないですけど。最近じゃなくて。最近じゃなくて、くてずっと。あ,<ー>あ、でも、どうなんですかね。あの、毎年、うん、自殺者出るた自殺者出るとかいう話も聞きますし、まあ、他のね、その自殺スポットと比べたら少ないと思いますけど、ここでも,もう結構人が亡くなっていて、自殺スポットって言われてて、うんうん、だから夜中に、この七不思議を目当てでね、歩いていると、普通にも前から、あの、完全に死んだ人だってわかる例が、うーんうん 血だらけのやつとか、赤い服の足ねえやつとかが前から歩いてきたりするんですって。七不思議も楽しめるし、霊も見れるし、これ、あの、オカルト大好きだった一石二鳥。うんうん。うまあ、っていうのは、そうだね。これが、あの、足摺り岬。うん。です。で、もう一つが、うん、キラ神社。神社はい。これ、キラ神社。これね、知る人ぞ知るっていう心霊スポットなんですよ。 キラはど、どんな感じのキラあの、キラ、コウズケのキラです。キラ。あの、の基地の良いですね。キラ神社っていうのがあるんですけれども、ちょっと長くなっちゃうんで、説明を省かしてもらいますけれども、うん、はい。うん。ここで、あのね、えー、首洗い鉢っていうのがあるんですよ。首を洗う鉢。そう。うん。があるんです、それまあ未だに残っていて、その首洗い鉢っていうので、ここで7人の家臣が、 亡くなっているんで、すけれどもでその自害した亡くなった7人の首を洗った場所って言われてるんですよ。うん、で、ここは七人岬様のたたりと言われていて、うん、七人岬っていうのは、 まあ、有名な妖怪なんですけれども、7人ね、連れ立って歩いていて、うん、で、それに立た,たられて亡くなったら、一番戦闘の人が成仏して、うん、殺されたその人間っていうのが一番後ろにつく加わるってね。そう。で、その人が成仏するには前の6人が違う誰かを殺さないと、自分が戦闘にならないんで。うん、いや、ずっと待ち続けるっていう、ね。そう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 。うん、っていう、あの、7人岬の、えー、キラ神社と、首洗い鉢。うん、これ、まんま残っているんで、首洗い鉢ってね。 もうその歴史あるでしょちょうど首入るサイズぐらいの穴が開いてる。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。首洗い鉢というのがあるんで、うん、ここね、あのー、聞いた話ですけれども、あるオカルトスポット行 でそこでニコ生を取るっていう有名な方がいらっしゃってうん、うん、でこの吉良神社っていうところでテント張って、うん、ほなここで1泊してみようやってなったらしいんですよ、うん、で吉良神社で1泊してたら夜中の2時過ぎですよそれこそね、うん、そしたら何もないなーって言ってたらガサガサガサ,ガサ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 っつって、うん、あの草の草だらけなんで、うん、その上を大勢のそれこそ7人ぐらいが歩く音が聞こえて、うん、それニコ生で全部取ってるんですよ へえ。なに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 な、んこれ、なんこれ、なんこれ,これ、うん。誰か来たみたいな。ガサ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 っていう音が取られてるんで、もしかしたらほんまに、う死に岬の乗る遊びとかじゃなくて、うん、ちょっとマジかもしれないっていう。話も残っているんです。<ー>キラ神社、首洗い蜂。ちょっと、ね、歴史がね、いろいろあって、まあちょっと、えー、これ言うと長くなるんで、ちょっと自分で調べてみてください。で、面白いんで。まあね、なんか。うん やばいんす首洗い8首洗い8首洗い8じゃあもうね頭洗ったりとかしたら最低最悪だね最低ですよ大変なことになりそうでいいシャンプー使ってくださいあの悪いシャンプーだと頭にね頭皮に悪いんでそうだねシャンプーの話ですいいいいシャンプー使ってくださいねじゃあパワースポットいきましょうはいねパワースポットいきますいきます いやもう全然違う思い浮かばないわ。何 <laughs> 当人当神打敗遺跡。あの、縄文時代の初期の方から、あのー、石器とか土器とかが出土している遺跡なんですよ。いま、うん、だに見つかるんですって。うんうん、で、世界一の規模であるストーンサークルがあると。うん、有名なんですよ。 ただ、ここの中で、まあ、有名ではあるんですけれども、じゃどこに行けばいいかって結構広いんですね。広い広いんですよね。当人打売席っていうのが、敷地がすごい広いんですよ。広いんで、どこ行けばいいかわかんないですね。どこ目指していいか。で、これからちょっと四国のじゃ当人打売席行きますっていう人に、向けてちょっとやらせていただきます。で、これから行こうかなって思ってる人にも。うん。ぜひぜひ。まず、目指してほしいの。一番に言いますね。うん。 これ一番に目指してほしいのは、再生のエリアって言われてるとこです。いきなり再生から入るの再生のエリアっていうのがあるんですよ。うん、もうそこが一番の心霊スポット。チンフではねえわ。パワースポットって言われてます。ね、うん。っていうのも、この再生のエリア。うん。あのね、石とかの、あの、こういう、こうこうこうで、例えばあの、亀の石とか言って言われてて、あの、亀の、うん。首みたいになってる石があるんですよ。変わったね。亀頭、うん、みたいになってると。 えはい。うん、そうでしょで、その下に、うん。って書いてるんですけど、うん。みたいになって書いてるんですけど、で、あのそういう、うん。なんかね、紹介文みたいなあるじゃないですか。石のね、石とか木とかあるじゃないですか。たまにあるね。そうそうそう。そういうので、再生の、エリアって書いてるんですけど、うん。下に、パワースポットって書いてるんですよ。あ、もうパワースポットっていうのをアピールしてくるんだ。その下の文章読ませていただきますね。はいはいはい。 当人打売席の中で最強のパワースポットと言われています。もう最初にあの、最強が。<laughs> って言われてます。うんうん、というのも、これね、家族になってるんです、再生のエリアって。家族家族。うんうん、家族の石って言われてるんですよ。はいはい、母の意父の石、<ー>この石ってなってて。そうそうそう。で、うん、あのー、見た人の感覚で、あ、これは、 すごい滑らかな石だから、丸い石だから母だとかって言って、その人の感覚で決めてるんで、ちょっと僕全然わかんないんですよ。<laughs> そのさ、え、ちょっと待ってその家族の石っていうのは、うんうん、それは正しい情報なのかねそのなんか見た人が適当に、 ぽいなぁで決めてるんじゃないかなぽいなで決めて、あ、でも近くにあるのあるんですけどね。ちょっとじゃあこれなんですけど。由来があんならいいけど。これが、母の石。あの、スリットが入ってるから、母の石っぽいって。スリットって言ってる点で。まあまあまあ、女性らしさを、まあそこでってことでしょ。そうなんですよ。で、これ。他が入ってなきゃ、まあまあ。巨大だから、父うん、雄大な感じが出てると。で、これが子供。それは子供の理由は何ろのちょっとわかんないっすねないんだ。 わかんない。消去法で子供ってことそうそう石見たってね、あ、これが子供で、<ー>これがお父さん、お母さんだなって、ね。わ、はい、かんないんで。わ <laughs> かんないね。それがでも、一応、最強のパワースポット。最強のパワースポット、再生のエリアって言われてるところなんですよ。何に聞くんです。もうすべてに聞きます<ー>、うん。それこそあの子だからですよ。いいうん。子、うん、だからですよ。ま、じゃあその3つの石が、 目印になっててここが再生のエリアとう他にもたくさんあるんですけど目指すにはここ再生のエリアここ目指す時は間違いないよと見てきてもらってこれあ確かになこれはちょっとこれ見帯びてるからこれは母の石だこっち大きいあ大きいな父の石だこれは絶対にこれ真ん中のちっちゃいからこれは子供の石だなって。 <laughs> 全然魅力感じないんですけど、今のところこのパワースポットは。思ってほしいなっていうのが当人多倍席。はいはい。まあでも、その歴史ある場所ではあるね。そうですよね。だって。で、そこにずっとあり続ける石ってことなんだもんね。うん、まあまあ、何かしらあるのかもね。<laughs> 石器が未だに出土するってすごいですよ。まあね。 そうそうそううなんですよ。まあそういう場所がありますよというね、話でした。<laughs> それだけなんですそこ。でもすごいパワースポットです、本当に。他にもあるんだよね。他にもある。紹介してパワースポットはたくさんありますよ、他にもね。僕がでもパワースポットで結構ね、ここは紹介したいなんていう場所があるんですよ。うん、というのも、あるミュージシャンにまつわる、うん、あのパワースポットなんですよ。まあ、地元の人には、ね、結構有名かもしれない。<置>行きます。うん ミソラヒバリにまつわるパワースポットと。ミソラヒバリそうなんですよ。ミソラヒバリって。出身コーチいや、違うよねう。日本一の歌手ですよ。うん、うん、そうね。ね、ミソラヒバリっま、ね、だにね。言われてますね。言われてるでしょ。うん、その、ミソラヒバリが日本一の歌手になれたのは、うん、このパワースポットに行ったからじゃないかと言われてるんですよ。ほうん。はい。 これが、八坂神社の境内にある、杉の大杉って言われてるのがあるんですよ。うん、もうすごいんですそこ。杉の大杉って。これ、推定樹齢、なんと3000年。<ー>3000年っすよ。紀元前っすからね。ね3000年言うたら。だいぶ上だな。そう,そうそうそう。そうん、だいぶ上、うん、俺より2000、2000個以上上だな。人比べてる。<laughs> 3000、 年前。こしれねそうそう、3000年なんですよ。で、ここに、<ら>幼少の頃の、ミ、うん、空ラヒバリさん、ちっちゃい時にね、うん、この、えー、3000年の、うん、まあ、杉の大杉に来て、願掛けしたんです。うん、なんて願掛けしたか。うん、日本一の歌手になれますように、と。うんね、願掛けしたんです。うん、で、それを、あの、 ミソラヒバリさんは、ここで、こういうふうな願掛けしましたよーって、日本一の歌手になってから言ったんですね。うん、うん、したら、たパワースポットとして、まあ、いろいろな雑誌などに取り上げられるようになったと。まあ、結果を出したと,いこと。そうなんですよ。見ますか、うん、杉の大杉。うん。3000年、ね。ぶちくそでかい。え、これ2つ二つに分かれてるん。かてるんだ,だから、目音杉とも言われてるんですね。ああ、なるほどね。そう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 。すごいんですよ。ここね、 坂本龍馬とかもね参拝してるんですってへえそうすぐ八坂神社はね有名だからう坂神社はねまあまあ過去過去じゃねえやいろんなとこありますけどね八坂神社ねでここちょっと行ってほしいなというへえ場所なんですよまあい美空ひばりがね聞いたんだったら歌手とか目指す人はいいかもしれないそうですよ あと、ま、他にも、あの、岩崎弥太郎のね、うん、あの、生まれた家とかもあるんですよ。岩崎弥太郎つったら、あの、三菱作った人ですよ。もとも元々のね。うん、で、まあ、高知県、ま、あるんですよ、このね。うんうん、三菱財閥の、ま、創業者、岩崎弥太郎の家があって、で、最近だと、この岩崎弥太郎の家まで行って、うんうん 頭下げると、頭下げたりとか、ここでゴミ拾ったりすると、自分の金運とか、ね、金回周りよくなりそうだよね。商業運っていうんですか、自分の、まあ、何かね、あの、そう、経営とか、そういうのの、え、運が上がるとかって言われたり、かるする場所だったんですって、へぇ。ここのいろいろあるんですよ、ここ、あの、高知って、むちゃくちゃ。結構、巡る場所はじゃあ多いんだね。多い、多い。むちゃくちゃ。 とかあったりとか、あと、まあ、最後にじゃあ、これ。うん、まあ、あの、ここは、えっとね、土佐神社。はい。土佐神社っていうのは、高知県の一宮一番価値のある、徳の高い神社って言われていて、そうですね、聞いたことありますよ。日本書紀とかにも出てくると。うん。むちゃくちゃすごいんですよ、ここ。というのも、あの、460年前後にできたって言われてるんですよ。うん、だから15、1500千五5五0年前。 だいぶ前だね。にできたと言われていて、うん、できたというか、まあ、この土佐神社が出来上がったのは、ちょっと後なんですけれども、うん、この時代ぐらいに、あの、粒手石というものがあって、うん、それを祀ったことから、<だ>これ460年前後ぐらいかな、うん、とそうそう言われているんですよ。うん、で、この建物自体が出来たのは、あの、長宗壁元下が1571年に作ったんですって。うん、で、その460年頃からある、この粒手石というのがまだあるんですよ。うん ほで、ここはむちゃくちゃすごいパワースポットって言われていて、つぶていし、うんうん、これなんですけど、色がすごいっしょ。なんか、意外とまだ、原型がすごい丸々あるって感じですね。丸々ある。うん、で、色がすごくないですかなんか、他の人違いますよね。綺麗、うん、だね。うん。青っぽくて、うん、でこれもまあすごいパワースポットって言われてますし、他にもたくさんあるんでね、この土佐神社は。ちょっとね、うんうん、いろいろ行ってほしいなという。 建物一つ一つがもう全部パースポットなんですって。へぇー。つぶていし、みたらしい家、みそぎいしとか、いごもりいわとかいっぱいあるんですけど。ものも多いんだ。そうそう、ものも多いんで、ちょっとね、行ってもいいんじゃないかなというような。いいね。一回ぐらいは行ってみたいね。ね、行ったですよねそこまで行ったら、高知まで行ったら。まあ一番すごいとこなんで、へえ。ー。その、当人打売席と一緒に行ってほしいなって合わせて。ね当人打売席と土佐神社ですよ。 って言ってほしいなっていう、ちょっと高知県の。はい。o CT47 でした。ちょっと広瀬涼子とため張るんじゃないかな、これは。そうだね。当人打売席は。僕の中では広瀬圧勝ですけど、今のところ。当人打売席が、あの、ポケベルの資料もやってもいいんじゃないかな。多分ポケベル売れなかったよ、そうしたら。よかったわ。再生のエリアが。 再生のエリアが、ビーチボーイズの主演やってもいいんじゃないかな。うん、<laughs> そうだね。うん、リップスティックとかね。リップスティックとかね、ねやってもいいんじゃないですか、別に。いいと思います再生のエリア。そうだね。ソリマシとの絡み楽しみだね。うん、そごっつい石がね。<laughs> ドラム缶の風呂入ってね。<laughs> ごっつい石が。お母さんに、 ポケベルっつって、お母さんはこれからなんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらしますって <laughs>、大石が言うっていうような声を当ててね、可愛いらしい。斬新すぎるわ。斬新すぎる。広末ありきだろ、それそもそもが。で、スリットの入ってる石が、私はこれから新しい人生を歩むっ,つって言ってもいいかもしれない。<laughs> 多<分>まあ、その吹き替えは広末がやるんだけど、ね、あそ,うそうそうそうです、ねうん。まあまあ、じゃあ、ありかもしれないですね。本人でやる。<laughs> はい。というのはね、ちょっとあの、いろいろなはい。一個潰した、はい、ちょっと潰しました、高知県のね。うん、ちょっといろいろなオカルトスポットの紹介でした。ね、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。うん